植物の疑問を Q&A 形式で回答していくプランティア Q&A。 今回はニンニクの育て方に関して特に多い質問を回答させていただきます。ニンニクの原産地は中央アジアと言われていますが、はっきりとしたことは分かっていません。耐暑性が少々弱いため、日本では主に青森県で栽培されてきました。現在では温暖な土地でも育てられる品種が多数登場しています。品種を選べば九州や沖縄のような暖かい土地でも十分に育てられます。それではよくある質問の一つ目です。土作りや種まきに関して教えてください。ニンニクは肥沃な用土を好みます。地植えする場合、より良い土壌を作りたいときは完熟堆肥を加えておきましょう。完熟堆肥は有機物を分解発酵して作られたもので、土を改良する効果があります。プランター栽培の場合は市販の野菜用培養土を使うと手軽です。ニンニクの球根を入手したら、鱗片を一つずつ分けてばらします。ふっくらして傷のないものを選びましょう。また、外皮を剥がして植えると成長が早いです。外皮は植える直前に剥がすようにしてください。植え付けの適期は9月から10月にかけての涼しい時期です。鱗片の向きは芽が出てくる方を上にします。続いて2つ目のよくある質問です。日々の管理や水やりや肥料の与え方に関して教えてください。植え付けが終わったらたっぷりと水を与えます。プランター栽培の場合は鉢底から水が流れ出るまで与えるのが目安です。植え付けてから発芽するまでは土を乾かさないように様子を見ながら水を与えます。発芽後は乾かし気味に育てましょう。最初の追肥は植え付けから1ヶ月後に行います。冬が来るまでにしっかり育つよう、緩効性肥料、プランティア、花と野菜と果実の肥料を与えましょう。また冬が終わって球根が肥大し始める2月から3月に再度追肥をします。肥料は多すぎても少なすぎてもいけません。適量の緩効性肥料を施しましょう。続いて3つ目のよくある質問です。ニンニクを育てるためのポイントは？気温が上がってくるとニンニクが花芽を伸ばし始めます。花芽は別名ニンニクの芽とも呼ばれ、野菜としてスーパーで見かけることも。花芽を放置していると遠立ちし、球根が十分に育てなくなることがあるので、春になり花芽が伸びてきたらすぐに切り取ってしまいましょう。ニンニクの収穫時期は5月から6月です。地上部が枯れて黄色くなり始めたタイミングで収穫しましょう。収穫の際は株を丸ごと引き抜いてしまいます。引き抜きにくいものはもう少し成長するかもしれないため、収穫を遅らせて構いません。最後にニンニクの育て方の基本情報です。置き場所は日当たりと風通しの良い場所で、水やりは土の表面が乾燥してから与えましょう。病害虫には強いですが、アブラムシの被害に遭うことも、見つけたら早めの対策を。この他にも植物に関するよくある質問にお答えしていきます。ぜひチャンネル登録してくださいね。